今コロナが世界中のパンデミックということでございますけど、レンコンというのは非常に免疫力を高めたりすることで、古来より薬膳というようなことでも浸透されてきました。農産物の販売を、いかに、有利に持っていくか、そういうことが農協に課せられた大事な使命でございます。足立さんの力を借りまして、ぜひそういう運動をですね、進めていきたいということでございますので、よろしくお願いします。以上です。あなたに JA 水郷つくば大使を委嘱いたします。令和2年12月8日水郷つくば農業協同組合代表理事組合長寺田忠志、よろしくお願いします。お願いします。おだよね。改めまして、普段声優俳優アーティスト茨城大使をやっております足立と申します。この度は JA 水郷つくばさんの大使ということで、すごく名誉のある素敵な方がいただいて本当に嬉しいです。足立優斗にしかできない、選ばれたからには僕の全部 の持ってるものをこの水郷つくばさんの大使と一緒に何か掛け合わせて何か面白いことができればいいなと思っております。美味しい野菜はもちろん、それはもうもちろんなんですけど、だけではなくて、この野菜を育てるこの一つのレンコンができるまで、そしていろんな野菜ができるまでのストーリーの中に生まれる人たちの一人一人主役とした面白いプロジェクトを何か話し合って組めればいいなと思ってます。また畑と触れ合うきっかけが生まれる。あ、なんか何かこの畑とか農業に対して僕ができることはないかって思ってた時に、このお話をちょうどいただいた部分があったんで、これはもう思ってもない話だと思って、僕はすごく嬉しかったですね。はい、任期はいつからいつまでっていうのはどこになるんでしょうか。うちの方では任期を決めてないんで、あ、はい、ずっと長くですね、農業と同じようにやっぱり持続可能じゃないと、お互いにそういうサステナブルな付き合いをさせていただけるようにと思ってます。はい、それはおじいちゃんになるまでやります。今ゼップライブが名古屋、ゼップ、ゼップ大阪、そしてゼップ東京と、でこれは生配信がお客さんもほぼ入れず、もう生配信ベースとして、これ観覧無料で、実は生配信全国無料で、で足立ハウスは市とか茨城県こうやって関わってくれる方々のために、そしてもうその方々と一緒にタッグを組んでいるからこそ、足立ハウスがこうやっていろいろ広がってるっていうのもありますし、なかなか膨大な予算とかはないんですけど、必ずそれはね、一つの大きなものを生むっていうふうに信じてますので、ぜひ何か食べていきたいなと思っております。ありがとうございます。